よし、テラリアマスターモード全アイテムコンプ展示目指して続きやっていきましょう。前回無事相打ちでクイーンビー討伐したんで、今回はここですね、スケルトロン討伐しに行きます。行こう。よし、ダンジョン到着。もう夕方なんで急いでバトルフィールド作りましょうかね。前回あのクイーンビー倒したんですけど、あれから裏でもう一回ちょっと倒してきました。どうしてもあのこのビーニーズが欲しくて、これ2回目でね無事ゲットできたんで、スケルトロンもなんとか倒せればと思います。よし、 OK。 やっぱバフの力が偉大だったので、これでもかってぐらい用意してきました。行きましょうか。バフって召喚して、よいしょ、行こうかね。よいしょ。あ、そんな強くないかも。あのエキスパートモード以上はこの手壊さないと防御力が落ちないみたいですね。先に手を壊しましょう。あ、これいけるね。 OK OK。 なんじゃなんじゃなんじゃ、知らねえこれ、知らねえ、それ知らねえわこれ。あー、なんかこう回りながら来るんだな。はいはい、読めた。 OK。大回りで受ければ多分そんなに、やばい、もうちょい、じゃあくちょっと右手が、右手がきつい。よいしょ、いけいけ、オーケー。はい、スケルトロン撃破と。順番逆やったかな、一発でしたね。早速開けてみようか。これオープン。これね、これが強いらしい。骨を投げれる。これなんだ。ペット、かわいい。ちょめちゃくちゃかわいいやん。こいつペットにしよう。かわいい。 OK。 まあここはこのままにしといて一回帰りましょうか。ひとまず、スケルトロン討伐と。オッケー。これでノーマルモードのボスはウォール・オブ・フレッシュだけかな。これは可愛くねえな。よし、ダンジョンに戻ってきました。目標はまずはやっぱメカニックの救出ですね。あいつがおればもう勝ちゲーなんで、あとはシャドウキーと、なんだ、ウォーターボルトとか、まあその辺の限定アイテムを、取っていきたいと思います。それではバフっていこう。スケルトロンベイビー、これね、これが地味に使える。来たよ来たよ。あんま強くないね、まだノーマルモードなんで。なんだこのめんどくせえ仕様は。おっ、おい、鍵よこせ、鍵を。 OK。 これもいいね。 OK。 ちょろっと、おっ、コバルトシールドきた。あとは、おっ、メカニック発見。イエーイ。よし、あとで行くよ。うわ、荒れてきた荒れてきた。いや、やっぱビーニーズいいね、最強。あ、死んだ。そんな言ってたそばから。よいしょ。ないね。これだ。この本のアイコンが出たら、よいしょ、ウォー
ターいた来ました、ウォーターゴールド。ないねー。さあよいしょ。どうこれ、ん強っ。ああちょっと癖あるね。やばい、マジだ、くそ。よしここだ。村正、微妙、なんでええんだ。よいしょ、シャドウチェストが出な、あった。ここにシャドウチェストがあった。オッケー、もうダンジョンには用ねえかな、ひとまず今の段階では。よし帰ろう。よし、シャドウキーも手に入ったんで地獄に戻ってシャドウチェストを漁りに行きましょうか。さてどこにあったかな。おいコミッケー、さてよいしょ。これはほう、アイテムがよく取れる、アイテムよく取れるやな。はあ、アイテムよく取れる。よいしょ、メテオリト、よいしょ。これが強いな、ファイアボール欲しいのがねあるんですよ。よいしょ、違うな。よいしょ、これだ、違った。これなんだ、おお、おお、ホーミングか。え、これめっちゃいいやん。あ、しかもこれついてくる。え、めっちゃいいやんこれ。めちゃくちゃいい。これちょっと使おう。これ何、あーペットね。いや、いらねえいらねえ。さあ違うな。さてどうだ。あ違うな、違う。よいしょ、お、多分これ矢がコウモリになるやつ。強くない、頼む。違う、よいしょ、違うな、それ、違う。よし、これだ、違う。マジ、うわ、もう端まで来た、なかった、マジか。さあ逆目指していこうか。こんなにないもんかね。どこでしょ、なんでお前らやっていつ、あ、ライフフォースポーション、これはねハードモードにいかんと手に入らないやつなんですよ。よいしょ、よしゲット、くそー、あー、よいしょ。マジなんかおかしいんじゃないの、バグ。もう言うと、このシャドウチェストに入っているはずのフレイルと槍が欲しいんですよね、それが出ない。なんかワールドの条件があったりするのかな。まあせっかくなんで端っこまで行きましょうか。あいつはやっとかんと、こいつね知ってる人ばっかりだと思いますけど、ボスの召喚アイテムを持ってるんですよねこいつが。よいしょ、あーこれもう絶対なんかあるわ、そんなはずがない。あーどう、マジでねえやん。よし、調べても分かんなかったんで、お目当ての2つの武器は別ワールドでまたの機会に探しましょう。ちょっとあともう一個作りたいのが、最後に骨で、あこれだ、ボイドバッグとボイドバジャングルスポアとシャドウスケール30かよ、ちょっと足りんな。ジャングル行くか、ちょっと取ってきます、カット。よし集めてきました、こんだけあれば足りるでしょう。デーモンアルタ、よし行こうか。カウンターが手に入ったんで、この討伐が
増えていくのがいいですね。今イーターオブソウル討伐811と12、こういうのがね増やしていくのが楽しいんですよ。こんなことしに来たんじゃなくて、ここだ。バッグと、ボールと金庫的な感じかな。 OK、 お前らとも遊びたいけど、もう動画も終わらなくちゃ。これで多分こいつをここに置いといて、おう、これでこの中に、このバッグに入れたのが、おう、これがリンクされてると。でさらにいいのが、はい、こんな感じでインベントリーがいっぱいになった時に、インベントリーがいっぱいでも拾って、この中に自動で入っていくと。でここはリンクしてると。だからもうインベントリー2倍ですね。これはいい。今まであの豚の貯金箱持ち歩いてましたけど、卒業ですね。そのボイドバッグに移行してもっと探検していきたい。よし、じゃあ今回はここまで。ダンジョンまあ、まあ完全には攻略してませんが、まあ、ハードモードでまた来なくちゃいけないんで、その時に制覇しましょうかね。よし、これでノーマルモードのコンテンツはあとここのウォール・オブ・フレッシュだけなんで、ちょっとね遊びたいと思います。何回分か、次回はこれ宝石の栽培所を作ってみたいと思います。ここら辺の壁全部ダイヤの壁にしなくちゃいけないのと、このね白い松明も欲しいんで、ダイヤ栽培と、まあ、せっかくなんで全種類の宝石を栽培してみたいなと思います。あー、いいね。よし、じゃあまた次回ありがとうございました。